皆さんこんばんは。歌う怪談女日月陽子です。怪奇レスラーならぬ怪談大好き。プロレスラー松山勘十郎です。階段を集めて47年甲斐収集家の木原博一です。この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。甲斐収集家である作家の木原博一さんが実際に。 直接取材した実話怪談を語ります日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です木原さんといえばあの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね他にもしを怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよねその木原さんによるこの世のものではない話もののけの話 不可思議な話といった実話怪談を、季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。夢どころか、悪夢よりも素晴らしいことですよ。それでは、あなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。怖い水曜日、存分に味わってください。開けまし おめでとうございます,います !2022 年。うん、はい。番組でおめでとうございますって言われて、ほんまにめでたいんか。くないかも。私 <laughs> らの頭の中は年中めでたいという一応 <laughs> ですよ。すよ一応はご挨拶ですからね。えー、新年一発目という,、はい、いうこととしも、皆さんに会議が訪れますように。そうです。 それをまた報告してくださいと番組にお待ちしてますそれがうち的にはおめでとうございますそういうおめでとうございますですねそういうことですねあやーなんかこの間開けましておめでとうございますって言ったらもう一回もう開けましておめでとうございますそうですよね早いもんで早いねあの昨年の話で恐縮ですけどオリンピックできんのかって言いながらオリンピックやってのそうですよ新しい年です今年はどんなことがありますかね本当に先が見えないのもかいいですねこれはまた一緒快ですよ本当にうまにそう あのー、災害がないことを願ってます,うすね、もうそれだけ皆さんに不幸がないことだけです。もん、はいはい、いや、本当に。会談は不幸ではないですからね。不思議な話が会談で。すその通りです。いいこと言った。その不思議な話続きで、前回の続きちょっと年またぎになり,<う>なりましたけれどもね。ええ、あのー、まあ、ここのラジオ関西のパーソナリティも務めている松原谷宿の。あの話で。あの、あの,あのちょっとした違いがあったら、ごめんなさいねっていうところなんですけどね。 彼が映像で配信している番組でのことなんですよ。まあいたずら的に、まあ、配信している番組じゃないな、はい、あのみんなに配信している映像であの何人かの友達に配信しているというものだと思ってくださいなはい、はい、でそれがね、あのー、カメラを据えててお風呂の扉を開けっぱにしてる映像なんですよ。はいうん でえお風呂の扉を開けっぱにしているっていうところに空中を飛んでバーッと大の字に飛び出してくる松原谷志君っていうのをみんな見て何をやってんねんみたいなようなあの話になるわけですよ。うん、それを,それをその友達がみんなで見てるっていうふうに同じものを同じカメラで同じ形で送,送信してるわけそうですよ、ね。えーえー うん、で確かね録画も撮られてたたじゃななかかったかな<ー>それをなんかやりますから撮っといてみたいな感じだったと思うんですけどね<あ>それは何で言えるかっていうと後で追証ができたからでですよ<ー>で何が言いたいかというと一人だけ「<ー>何言うてんの何サイレんのみんな何も起こってへんやん」っえ何言うてんの、うん、あかお前こそ」っていうふうに、んあのー「今バーンと谷君が出てきてこうやったやんかあうやったやんか」っていう「ない?」ってっていうふ、うんうん、うに。 いやずっと扉止まったまんまで何が面白い何を受けてんの?」っていうふうに言って「いやいやお前こそ何言うてんの?」っていうので「えだ,だから俺が撮ってるのを見る?」っていうふうにその録画されたものを,を見たら確かねあの時計が映ってるかタイムゲージがあるかなんかでずーっと扉が開きっぱだけでタイムゲージが流れていく。 で他の連中が撮ったものを見て「えっこんなん映ってんの?」っていうふうに一人だけ驚くでどうして他の人間には当たり前の映像が当たり前のように配信されたのにその人物には谷君そのものが映っていないでも静止画像じゃないのはカウントが動いているから静止画像が止まってますのでずっとそこでね。でしかも静止画像送ってないからだから。 確かねそれが静止画像じゃなくて何か動いてたかな扉が開いたのかな確か空きっぱいだったと思うんですけどもね、はい、あの静止画像じゃないのに、あのー、本人が写ってないのがたった1人だけ、あのー、送られてきたっていうのがあるっていう事例があったりするんですよ。うんうん、これを知っってててた友達からら教えてもらって、うん ままあまあ半信半疑であってもおかしくないけれども実に奇妙や構造上。いや本当奇妙ですねと思ってもちろんその人間もそれで記憶していて「木原さんこういう話をどう思います?」って言われて機械のことだからわからないけれども一人にだけそんな違う映像だけが届くということがあり得るのだろうかっていうのって何とも言えないまんまこれ何年も前の話なんですよ。 だからここでもこんな変わったことがあるという事例で使ったことがなかったりするかったここまで来たんだけど昨年の話を聞きながらずっと頭の中で「いや何か引っかかる」「シャボン玉の話は初めてすぎて何も引っかからなかったけどもうんあのこの話は何かが引っかかると思って番組の終わり際に気がついた」「あそうだこの事例があった」というのがだからこの本 肩にのみ競馬中継が入ってましたっていうのってひょっとするとバカバカしい話ではないのかもしれない本隣、うん、のトロさんだけ聞こえてた見、ね、てます。うん、今の事例、ね、みんな同時配信ですねしかもこ,、うん、ここに技術さんのあのそれは技術さんが困りますとか大騒ぎですっていうのって介入しないのかもこの肩にのみ届いたものがそうであった、うんうん、あいやメカニックの話としては何にも補填してないんですよ、うんうんええ 全然おかかしいいじゃないですかっていうのって分かってるんですけれども、うん、あの今の谷志君の話と,と次元的にそんな変わらへんやんか。ねいや怒らへんこと100%、うん、でもこんなことがありましたっていう事例が1個あるんだったら、うんうん、これに該当してもおかしくないかなっていうのがあったので。 あの通り過ぎられなかったということで、あの終わりにしておきます。まあポッドキャストね、最初やり始めた頃、階段ラジオポッドキャストで生で、まあ聞いてる時に不思議な体験をしたい。人結構来てましたよね、お便り。まあそれと近しいも今感じましたね。同じものを聞いてて、一部の人にだけそういう不思議なことが起こるという。だね。ええ。そう、なんか久しぶりな感じしますよね。そうですね。なんか。うん、まあありえないという形のものを突き破るのが。 あのー、階段だったりするし、うん、あの物理的にありえないという物理を超えたものが超能力だったりするようなものだったりするわけなんですけど、うんうん、じゃああるのかっていうとちょっと証明しづらいけれどもじゃあ絶対ないんですね。 って言われるとそうとは言われ言えないね絶対ではないかなみたいなところがあったりすると思うんですっていうところですねおかしぎな話で幕を開けました2022年なんかいいですねなんかこういうのもねはいからのお便りを1つ目今年1つのお便りですね今年初のお便りでございますはい。一回目ですはい。ラジオネームカールさんカールさん木原様陽子様勘次郎様初めてメールさせていただきます初です初です 幽霊や怪奇現象を信じないものですがよろしいですね木原様の合理的事象の分析検証されておられることに、うん、一方的に幽霊や怪奇現象を否定するものではないと思うようになりましたいいいじゃないですか、ね。それはありがとうございます、うん、もう25年以上前の話になります、うん、高校時代に仲の良い女性がいましたが、うん、高校卒業後は素縁になっていました、うん 大学3回生の時たまたま会った友人から彼女が亡くなったことを知り、うん、彼女と仲の良かった友人4人で彼女の自宅に伺い仏壇に手を合わせました道中は友人 C の車を利用したのですが帰宅途中助手席に座ると気分が悪くなるのです。ええ 友人 A が座っていると気分が悪くなり席を変え B が座ると B が気分悪くなり小生と変わると小生も気分が悪くなる助手席から離れると皆気分が晴れるのです帰宅途中にファミレースに入りそういえば運転している C のことを彼女は大好きだったねもしかしたら助手席に座,るの座っているのじゃないかな ?C の助手席に座らないで 彼女のメッセージだったのかなと笑い話をしておりました小生はこの出来事は笑いの範囲と捉えていたのですが怪談ラジオを拝聴していてそう簡単に取り扱っていいのか亡くなった彼女に失礼ではないかと思うようになりました木原さん陽子さん勘十郎さんご意見をいただければ幸いですというなるほどです、ねうん、これはね懐疑的であるのであればあるほど懐疑的な人間 にとってのあのー、落とし、穴があのー、あると思うのですよ。はい、うん、それはね。他のことはあの現実的にあった説明として、あのー、よくわかります。ここに感情的なものが入って。ない からですねそれは説明だもんあの状況を話してるんだから状況に感情はないでしょう。うん、海見ながら山のようだねって話になるわけでいや俺がそう思ったんやって言われても困るでしょ水平線しかないわけですからこの中で言わんところの最大の問題点って何かというと気分が悪くなったとはどういうことを指しているのかでなムカムカしたのか頭が痛いのかとか、吐き気なのか普段絶対ないのによ車用意しておかしいとかねそう あの気分が悪くなったという言葉でくくるのは簡単ですしそれを否定しているのではないんですがあのつまりね全員の気分悪くなったが全員同じ気分悪くな悪くなったを指しているのかがわからないということを言いたいわけですうあの陽子ちゃんの言葉を借りるなら乗り物酔いなのか佐々木君の言葉を借りるならムカムカしたのかなとかみたいなようなもんで全員が 気分が悪くなったと言ってるのは分かりますが、うん、全員がどのような気分悪くなったという情報交換をしているのかというのがないわけですね。うんうん、うん。だからあの気分が悪くなったというのは実はあのー、まさにあの気分あの気を悪くすることもあったりするんですよ。つまり、はい、何や退屈なあのラジオばっかり流れててっていうことというので、うん、気分が悪くなったりとか。 嫌いなミュージシャンの音楽がそのラジオに流れていたから気分が悪くなったのとか、うん、あのそこに座っている時に運転手がの人がたまたまタバコを吸ったというのがあってその人がたまたまタバコが嫌いで他の人たちは吸うから何とも思わなかったっていうのが紛れていてさまざまな考え方があったりするんですが言えるのはさまざまな気分の悪くなり方があるのだっていうことがあったりするので気分が悪くなったのというその状態は どのようなことを指しているのかというのと3人がバラバラでもおかしいと言って構いませんし人が一致ししてたらもっとおかいだから頭が痛くて吐き気がしてめまいがするとかバラバラでも言うわけじゃないですかイライラするとかね気分悪いとかそういう気分を返すとかそういうこともありますからね気分が悪くなるというのは突然襲ってくるとは限らないんです。 だんだん気分がなるく悪くなる。だって車乗った途端にいきなり乗り物酔いでゲーゲーはないでしょう。そうですね。いきなりは大事ですね。気持ち悪くなってきたから始まって。うん、なんかなんやろななんかなみたいな。そう。うん、でムカつく話しされて気分も悪くなったっていうのだって最初はふんふんと聞いてるでしょうが、っていうとこだったりするわけですよね。うんうん、それをね途中で交代して順繰りに助手席に座らなければならないものという時間の間。 どのような時間とどのようなことがあった上での気分が悪くなったのであるのかう、えー、そうですよねどのぐらい車に乗ってたかっていうのはねそうんねうん、あのね助手席を交代して変わってくれへんかというのはね車の運転の最中で起こり得ることで言うとかなりね そうですねで棄すやから止めてとかねその通り、うん、あのー、変わらざるを得ないことを訴えて全員が認めないと、うん、だ頼むからまっすぐ帰らせてくれやっていう世界になるはずと、うん、かすぐ止まられへんしとかね、うん、例えばそうその通り、うん、高速ならそう、うんうん、で信号待ち程度でも用意ドンで入れ替わるのってちょっと大変よっていうのがあったりするからどこかに一旦車を寄せて停車させてさあ交代っていう上に その気分の悪さの,あの意味合いにあの関わることなんですけど席、うん、が変わったら治ると思うっていう理屈は何だろうと思うんです なるほど、うん。助手席で気分が悪くなったものが、後部座席に移ったら、気分の悪くのが治るというのは、事前に分かっていることではないですよね。そうですね。確かに、そうですね。後ろにいたから、治るっていうのは限らない、限後ろの車だって、逆に、後ろの方が、ちょっと、ね。うん。酔いやすいとか、ありますよね。うん、だから、乗り物酔いでは、分かるし、乗り物酔いだけだったら、気分が悪くなったという書き方はしないと思う。そうですね。ですよ。うん、で。気分が悪くなった時に、すまん、助手席と後ろと、変わってくれないか。 ってていう会話がななされてなけれけばこの成立はありません、うん、そうですね確かにしたがってどういう気分の悪さなんだという言葉は絶対交わされてるんですよんみんなに対してで運転者がこういうはずですそうか俺何でもないけどなっていうことだったりするからこれも乗り物に近しいですよね,ね運転に集中してると乗り物にしませんからでも助手席から交代して前に座らなければならない いぶかしげな顔で行かななきゃならない後部席に座ってた人間の気持ち的にはなんでそんなことで帰らなあかんねんっていうのがあったはずだったりし、うん、まあ、すからね。うん、そうあの肝心要のことっていうことがあの不思議そうに思えてるかもわからないけど本当の不思議とこの体験談の核って何があるのか核っ,って何かというと。うん 助手席と交代すする時の会話劇です何を訴えたら納得してそれをみんなが納得したら車を寄せて3人が順繰りに助手席に座るという状況がこの階段の核であるはずなんですよそれをね気分が悪くなりましたからっていうので、あのー、交代をしましたっていうのってどんだけ進めてても気分が悪くなることとじあの後部座席との交代に結びつかないです。 つくとするならば最初から後部座席に移っったらるるとといいうことが分かっているか後部座席で横になりたいとかってならん限りは移らないですよねそういう考え方がありますね、うん、つまり助手席にはないのに後ろの席にはあるらしいっていうものがあってその助手席にあるものに触れるとどうにかなるらしいというものであるというようなものを知りたいがゆえにどんな とことを指して、うん、あの気分が悪いと言っているのかということと交代したら何とかなると思ったのは誰なんですか、うんうん、ということと同時にあのご本人も体験されているので言るあのぜひとも聞きたいところなんです<え>後部座席に移った途端にどのように気分が回復されたのかね、うん、でしょ、うんでね、つまりね後部座席で気分が悪くなったから交代して、うん 後退した途端に助手席の人が気分が悪くなって後ろに移ったから今度は気分よくなっていくなんでする人と急に気分が悪くなる人とそうこれを順番にやってるわけだから、えーあ「俺も気分が悪くなった」っていうと残された人間だけが「なんでそんなことこなおいわな,な俺と後退しようか」っていうふうに言うとだここ最終的には後部座席に。 何ともなかったところから気分が悪くなった人と、うん、気分が悪くなって交代してもらったがゆえに治っていった人間と、うん、今こっちに移ったんであだいぶマシになってきたっていう人間いわゆる後部座席に、あのー、回復組がおるわけですよ。で回復組が2人揃った段階で、うん、前の助手席に座った人間の気分が悪くなった時にやはり言葉が交わされているはずなんですよ。俺も 気分悪くなってきたわって言ったら残りの後ろの2人が「やっぱり?うん」で「お前の言う気分の悪いってこれ?うん」っていうような会話で「いや俺の気分の悪いのと違うな」みたいな何かがあったはずです、うん、つまりこの会話劇の中に鍵があったりするはずなんですよで彼女が関わるか関わらないかなんて実は関係が全くありません。うん、これは 頭からケツまで気分が悪くなる話なんで,です、ね、気分が悪くなる助手席の話なんです <laughs> う,うん、よ確かにですよ、ね、それを経験したタイミングがたまたまその時であったっていう可能性があったりするのでうん、うん、彼女と紐付けする理由がありません、うん、偶然その時であった可能性だってないとは言えなかったりするというのとこれに彼女が絡んでるとそこまでしなければならない理由って何にもないあの隣に座っているのにやきもちを焼くのってうん、うん 女の子が座ったのっていう場合でも歩譲っての話です、えー、それ思ったんですよ。全員の子だったのでとでななんか聞いてる限り全員男っぽかったんで全員男で彼女が助手席に座ることをやっかんで気分を悪くさせる理由というのはありません。うんでね、もうちょっと大事なのは 4人乗りの車であろうと容易に想像できそうな感じだったりするんですけどね、はい、違ってたらごめんなさいですけども4人乗りだったら助後ろに三人妻へっていう乗れっていうのっていうとこだったりするから、うん、誰かは助手席に座るでしょ、うんえー、後ろ2人に前2人 2>、えー、普通そうでしょっていうとこだったりするから、うん、いかな彼女であったりしてみても。えー それはね、あの、4人乗りで2人しかおらへんのに助手席に座るっていうのはまだ後,後部座席に行けるやんかっていうのがあるかもわからないけど、うん、後部座席に入られへんのに助手席に座るのも嫌っていうのっておかししい発想でしょ。うん、だから彼女と結びつけることは必要性は僕はないと、うん、あの思うのです。 だからもっと別な理由があると思うんですけどその別な理由は何かというのは、うん、気分の悪くなったというその気分の悪さ具合って何なのか一人一人ね格がここにあるという理由がここにある、うん、話としてはとっても面白いんですようん、ただそこだけが曖昧なんです、うんあうん、気分が悪くなった、ね、気分がおかしくなった、うん、あのー、機嫌が悪くなった、うん うん、っていうのってどれもなんか似たことを指してるかもわからなかったりするけれども、うん、一つの言葉で3人くくられているので果たしてね運転している C さんを除いて、うん、C さんだっけ ?C さんはいうん、運転、ね、ABD さんは同じ気分の悪さを訴えていたかどうか今言った通り会話ががなされているから後退があったんです、うん、同じであったことを不思議に思うべきだというところにベクトルが向かなかったという意味が 私は知りたい。やっぱりでも車酔いの類種類で言ったらじゃないかなと拙者は思いますね。<ー>だってその要は C さんは車を止めて、うん、まあほなもう変わりいやってしたわけでしょ。うん、で車運転手が車を止める決めてって一、うん、つの決めてって吐き気があるかどうか。だから予想を。 頭が痛いとかだったらそのまま助手席で寝てとったらええやんってなりますけど窓は軽やんとかね。ということは吐き気がしたいのが一番可能性が高いと。運転席の隣で吐かれることほど厄介なことないですよね。からねそれはその通りなんですよ。車酔いになったと乗り物酔いになったというような状況下が一番近い。で 乗り物酔いの初期少女のことを気分が悪くなったと確かに言う、うんうん、で大ごとなる前に交代しようっていう話になってもおかしくないという考え方はある、うんうん、しかし何度も思うけれども後部座席に行ったら乗り物酔いが治るという可能性はなかったりする、うんね。降りてみんなで休憩してどうやら気分治ったか、うんうんうん 空気うでね言われた方がと同時に後部座席の方が乗り物よりしやすい可能性が高いので、うん、助手席よりも、うんうん、それなのに気分が悪くなった人間をあえて助手席にから外して。 あの入れかほな変わろうかっていうふうにまるで助手席そのものが悪いかのような流れにあのなっていくという人為的作用はなぜ行われたのかっていうのは乗り物酔いであると思えば思うほどなんでなんで確かにちょっと不自然というか分かりませんねうん、うん、そここに関しては、ね、これ疑ってるわけでも信じてないわけでもないんですよ。かったら 教えていただけませんか、うん、そうすると、うんすね、あのビックバックか謎に近づけると思うんですうんそうですね理解が深まりますよね、はい、ということだったりするんですね、うん、なぜならばこれがあるのとないのとで乗り物酔いの話なのか怪位なのかが決まってくる可能性があるでしょそうですねなるほど、うん やっぱりなんかまあ胸が悪くなってきて吐きそうやからちょっと変わってんなって仮に言ったとして後ろと席変わったらそれを聞いてるから次助手席に行った人もなんとなくなか気分悪くなってきたんかなっていう面もあるんかもしれないですよ<ー>入感っていうことですかで,あでもそういうことで人目三人目の場合はねあるかもしれないですね確かにね普通何もなっておっし が多いから、うんうん、後ろでちょっと決まるなとは、ただ,んだん前をいりやって、いうのが割と、ね、普通っていうかね、そうですもんね。うん、あでも、本当に、そういう吐き気を催したん、まず変わる前に、大丈夫か、もうちょっと、うん、行ってくるみたいな。うそういうことにもなりそうですよね。心理、ね、的に働くもあるじゃないですか、まあ、もらいゲロとかじゃないですけれども。一、うん、人が気分悪い、出したらなんか、そこに座った、なんか、俺も。なんか気分悪なってきた、みたいな感じになることもあるんで。 まあ、そんなんもあるんかなと思ったんですけどでもなんで後ろに変わったんかないう疑問は今の時点ではありますよね大の<う>大人なんでね、うん、そこまで車に弱い人間が揃って車に乗って彼女が亡くなったからみたいな形で移動手段で車で行くもんかっていうことにまで、うん。 言っちゃうでしょ考え方的にはね、はい、でそもそも乗り物用に弱い人間は「すまんだけ助手席にしてもらわへんかな」って、ねうん、どうして「いや俺車弱いねん」っていう話になってたりするから、うん、そもそも論があるはずなんです、うん、っていうことを考えてもうこの人自身が体験者の一人なのであなたの気分の悪くなったとは何を指していますかっていうのが分かればまだ多少分かるのと、うんね、残りの友達も同じだったんですか、うんうんうん ななんで後ろろと変わうううい話そご本人が参加者で傍観者ではないので運転してるのがこの人だったらさっぱり話がわからない話なんですけどあなたが助手席に座った時はどうだったんですか他のと同じだったんですかそもそもどれぐらいでどんなふうに気分が悪くなってで助手席変わってくれへんかって誰が言い出したんですかっていうのはつぶさに観察されてるはずです。そううですねん あのー、もうちょっとで会談かもわからないので、うん、ぜひともお願いしますこれはね年明けに,、えー、にとって、えーあのー、とってもいい話ですね、うん、ただ今年一年を占う、うん、いいですかお便りをこれからあの書いてくださろうと思ってい,い,ら,いらっしゃるリスナーの皆様あの何に気を使ってあの体験者に寄り添っている番組であるのかというのがこれで結構わかりやすかった。うん たのではないかなと思うんです。よそ,、ね、そのシャボン玉の時の話と、うん、あの合わせると、うん、ね、あの現象全部疑ってないけれども、うん、液体はどうやった、うん、みたいなことを言う番組だったりするわけ。気になるんですよ、うん。それでより怖さが増しますからね。<う>ね。ねうん え新年早々そういう話だねってこれでパタッと投稿けえんかったどうしよう悲しねあのすごく投げかけてもらいましたからねもっと詳しく僕らは知りたいので教えていただきたいぜひとも思いますちょっと当時の思い出していただいて25年以上前なのでその友達に聞いてもらってねそうですよ一緒にいた方々にどんなことぜひあの続報お待ちしてますね25年前友達に来たらあったかそんなことある忘れてるかもかもしれませんねもし覚えてたら覚えてたらですねはいさて じゃあ、告知の方。はい。ええー、拙者松山勘十郎はですね、ええー、二月二十日に、ええー、今年一発目の本公演、愛する者よ、笑い候へ。これを大阪市立生野区民センターで十五時から行います。はい。出演者やですね、ええー、料金等の詳細はですね、松山勘十郎で検索していただけたら。はい、ツイッターやブログなど、いろいろ、じょ、出てきますんで、情報に行き着きやすいと思います。ぜひ、会いに来てください。よろしくお願いします。はい。ええー、私、日月陽子は、ええ、一月二十三日に。<laughs> 神戸大倉山ラピスホールホールの方です。にて、えー、チキンガーリックステーキというね、えー、もう神戸ではもう老舗のアカペラグループの、えー、方の一人、前沢さんという方と私と二人だけの、えー、朗読と歌のステージがございます。えー、もうそうですね、もうちょっとでもしかしたら締め切るかもしれませんが、<お>チケットの方今ならまだありますので、ぜひぜひチェックしてください。はい、では私。 1>, 1月20日に朝日新聞出版社から17年間もう絶版になっていましたけれども完全版で「耳の怪談」原作「新耳袋」が復活します漫画はホラー界のプリンス伊藤淳二先生ですここまで全くどこにも載らなかった幻の作品という「お化け人形」という作品が収録されて完全版となりました17年間お待たせしました完全版「耳の怪談」ぜひとも読んでみてください これ買わないとね。えー、楽しみですね。はい。番組では別冊階段ラジオを販売しております。ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、うん、あの語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。うん、どうやったら帰るの？詳しくはラジオ関西の階段ラジオのホームページをご覧になって。 ぜひともお買い求めいただければと思います今夜はいかがでしたでしょうか何もなければいいんですがえちょっとあなたの後ろ誰ですか番組ではお便りや感想のほかあなたが体験した怖い話やあなたが聞いた身近な人の不思議な体験また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています メールの宛先は階段アットマーク JOCR.JPKAIDAN アットマーク j o c r j p,、K A I D A N、j j p ファックスは07836100050783610005おはがきは郵便番号6508580ラジオ関西階段ラジオ怖い水曜日までぜひ 本物の怖い話を私に教えてください。お相手は歌う階段女、日月陽子と階段大好きプロレスラー、松山勘十郎とそして階段を集めて47年、木原博一でした。それではまた来週、お耳にかかりましょう。かかょうこの一週間、あなたが無事でありますように。